ジェイス、ジェイス、どうしたの？さあ、十傑の第七席をかけて勝負だ、一色先輩。メシメシ。お腹すいた。文雄さんまだ？ぐだぐだうるさいよ。もともとこの学園では学生の揉め事解決のために制定された制度がある。それに見合う対価を君も差し出さなければいけない。それに比べてあんたたちの情けないこと。ああ、文雄さんまたその話？結論、勝負は成り立たないというわけさ。マジか。ああ、なきりにも勝負ふっかけたかったのに。勝てっこないよ、そんなの。なんせ僕と引き分けたんだから。第七席のこの僕と。あん時の品、あんたにとっては無難にも程がある料理じゃねえか。僕は全力で調理に取り組んだだけだな。イブサキはああやって燻製に使うスモークウッドを自作しちゃうし、私もね、フランスのブレス鶏みたく極製鶏とか作りたくてさ。そんで一色先輩を中心に運営してるのが。おはよう、相馬くん、吉野くん。朝の労働は心を健やかにしてくれるよ。ここのことは極製畑、もしくは一色畑と呼んでくれて構わないよ。ほら、一つかじってごらん。ああ、どうも。うわぁ、張りがあってすげえ飴。田所ちゃん特製3種のおにぎりだね。いいねいいね、畑仕事の後のおにぎり。いただきます。うめえ、ニンニクの風味がたまんねえ。食べるものの心を穏やかにしてくれる。ささみはパサついてねえし、もっとリラックスして調理することだよ、田所ちゃん。うんうん。あ、研究会？うん、テーマごとに料理を研究する会が当月にはいっぱいあるの。学外の料理コンテストに参加したりとかね。